こんにちは、追風さんです。今日は乃木坂46の樋口日奈さんの運勢を見てみたいと。開運音楽堂、出てましたね、和田さんと一緒に出てました。パッとこう占ってね、大吉と出たので占ってみたいと思います。和田さんも大吉でしたので、また後ほど占ってみたいと思います。パッと見た瞬間、恋愛は合算戸田城ですか、ということでね、合算戸田城って日本で一番難攻不落の城なんですね。口説くにはもうなかなか口説けないというね、乃木坂46の中でも絶対口説けないだろうっていうね、もうそのぐらいのレベルでございます。ですから、まず自分の履歴書と、自分の年収が書かれた源泉徴収をまず彼女の前で見せてくださいと、ね、まずそこからですということですね。ですから、まあ基本はもう真面目、恋愛に対してその責任が伴ってますからね。責任ということは、恋愛をしたら必ず結婚しますというね、遊びで恋愛するとかってないでしょうということでございますのでね、口説くならそのつもりで口説いてくださいとね、慎重にいきますよと、これからの生活どうですかと、子供を大学にやることできるんですかとかね、そういうような不安を一つずつ取り除いてあげる、ね、そういうことで結婚にこぎつくということになると思います。何人もねトライしている人はいると思うんですけど、なかなか首を縦に振らないことだ。方は伊藤沙莉さんだとか、広瀬アリスさんだとか、ベッキーさんだとかがその運勢持ってますのでね。ベッキーさんなんかね、もう若い頃はちょっとでも触るとドンタッチミーって言うんでもえらい剣幕で怒ってましたからね。あれかと思いながらね見てましたし、伊藤沙莉さんにしてもね、いいね光源氏くんで、なかなか成就されない恋、ね、演じてますし、ね、オーマイボスで言うならば、ね、モネちゃん、ね、上白石モネちゃん、ね、今出演しておりますが、なかなか難しい恋愛、ね、演じております。だから、まあなかなか成就しないっていう、そういう役割、それをこう演じるには非常にいい配置なんですけど、まあ現実のもう恋愛っていうのはもう石橋を叩いても当たりませんみたいなね、そんな感じになると思いますね。広瀬アリスさんも恋愛ドラマっていうよりも何かコントみたいなね、そういうドラマだったりとか、そういう役柄だったりとか、恋愛ちょっと抜きにした役割、ね、ということになると思いますし、20だと落ちます、ね、20には入れてもらえません、何人もねこの運勢の、ね、こういましたけどもね、井上あかりさんとかね、もう入れてやれよと思うんですけどダメなんでしょうね、20はダメですと。ですから、まあ、乃木坂だといいのかなってね、まあ、私素人だからあんまりよく分かりませんけどね、まあ、いろんな子がいるよっていうことだと思いますけども、だからもうその20 の, 恋愛力、抜群な恋愛力を持った子しかもう
を急に集めたというね、そういうことですから、これはもうすごいですよみたいなね、占い的に見るともうすごいですよって話なんですよ、占い的に見るとそのなんかすごくないですよみたいなね、まあことになっちゃうんですけど、まあ、まあ別にそういう真面目ですっていうことは言いたいんですけどね、責任を持つっていう、ね、ことを言いたいわけです。そしてね、旦那さんはどういう人を選ぶのか。ラーメンの鬼佐野、ガチンコラーメン堂佐野、佐野稔さんというね、藤沢で、品そばというね、行列のできた美味しいラーメンを作る、怖いおじさんガチンコラーメン堂出てたぐらいですからね、あの怖いおじさんです、もうその代わりラーメンに、ね、命をかけた、ね、そういうねラーメンの鬼、ね、そう言われた人がいます。もう亡くなられたんですけどね、もう死んじゃったんですけど、そういうすごい人がいる。だからまあそのぐらい気合い入ってないと多分この方ね、その男性として認めない、もうラーメンの鬼佐野ぐらいのね、あのぐらいのもう男でないとね、私は結婚しませんと、そう言ってるようなものですよね。ですからまあそうですよね、なかなかそういう条件満たすようなね、まあ、人が現れたら、まあ、結婚するっていうことだと思います。だからあんまりヘラヘラしてる人はその選ばないと、ね、だから優しめな、なんか神父さんですみたいな人は選ばないということですからね。もう何かにこうね、鬼のようにね取りつかれてもね、気合い入れてやってるぞみたいなね、知らねえ誠みたいな、ああいう蒙古タンメン中本みたいなね、そのぐらいのね、男性を選んでくるということだと思います。ということでね、まあ、卒業もね、まあ、しなきゃなんないということで、まあ、これからのね、まあ、活動ですけどもね、まあ、非常にこう楽しい活動っていうねことになってくると思いますのでね、頑張ってもらいたいと思いますし、自分が佐野になるっていうのもありですからね、ラーメンの鬼佐野になるっていうのもありですから、その場合もはものすごく自分で、小池さんは自分でやってるわけですから、だいたい女性って、まあ女性って自分で演じる人と、そのご主人にそれをね、託す人と、まあ2種類ね、その分けられますけどね、まあ自分でやる場合、自分がラーメンの鬼佐野になる、そういうものを見つけてそれにこう集中するっていうねことだと思います。これからも頑張っていただきたいと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。